拾った数珠。妹とその彼氏の話。ある日彼氏が仕事の帰りに数珠を拾ってきた。妹はアホなんで、気味悪がるってよりは、なんで落ちていたんだろうとか、その程度のことしか考えなかったとか。ちなみに彼氏もアホです。普通拾わないよね、数珠なんてさ。で、その彼氏がスロッターで、打ちに行くとき、なんとなく数珠を持って行ったんだとか。そしたら万枚出て、うはうは。もしかしたら、幸運の数珠かも。って、行くときは必ず、数珠を持って行くことにした。それから何回かの間、数珠を持っていれば、勝てるという状態になったらしいんだけど、その彼氏の数珠に対しての執着が異常な状態で、妹曰く、疲れてるチックだったらしい。妹はちなみに霊感はありますけど、感じる程度です。だってアホなんで。あまりにも彼氏の数珠への執着が強いので、怖くなって妹は勝手に数珠を捨てたそうだ。もちろん彼氏は驚いて探しまくったけど見つからない。と思ったら見つけた。ベランダの手すりに引っかかっていたらしい。捨てるときは会社の近くで捨てたんで、そんなとこにあるはずがないと妹。その後も妹は怖かったんで、また捨てたそうなんだけど、今度は彼氏がチャリンコで回送しているときに、前輪に何かが引っかかっていたらしい。で、見てみたら、そのとき捨てた数珠。結局数珠は、その後しばらくその家にあって、ある日忽然と姿を消したらしい。これは妹が捨てたんではない。まあこれだけだったら幸運の数珠ということでいい感じの数珠なんだけど、妹曰く数珠がある間はいろいろと不思議な現象があったとか。一緒にいた時背中引っ張られたりしたらしい。でも欲しいよね、その数珠。追いかけっこ。私の友達の A さんが小学校6年生の時に体験した話。休み時間、 A さんは友達と一緒にトイレでおしゃべりをしていたと、突然トイレの入り口が開いて、一人の少女が飛び込んできた。知っている子だった。A さんはとっさに、掃除用具入れの扉を開けて、早く、こっちこっち、と少女に中に入るようにと促した。A さんと友達は、少女が追いかけっこの末、トイレに逃げ込んできたんだと思い、かくまおうと思ったんだ。案の定少女は迷うことなく掃除用具入れの中に飛び込んでいった。A さんたちは少女のために平静を装い追手を待った。しかし当然やってくるはずの追手はいつまで経ってもやってこない。そのうちいたずら好きの A さんは少女が入った用具入れの扉に寄りかかり、彼女が中から出られないよう足を踏ん張った。用具入れの扉はトイレの扉とは反対に通路側に開けなければ開かない。そのうち閉じ込められた少女はそのことに気がついたのか、中から扉を開けようと内側からすごい力で押し始めた。A さんは足を突っ張り、扉を開けさせないように踏ん張った。A さんの友達も彼女を手伝い、一緒に扉を押さえた。どんどん、どんどん、
どんどんどん。突然少女が激しく扉を叩き始めた。それは閉じ込められた少女が中から必死に叩いているものだった。どんどんどん、どん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 。しかし A さんと友達はひるむことなく、一層足を踏ん張り、扉を押さえた。扉はしばらくの間激しく叩かれていたが、そのうち、ドン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 、と、次第に叩く力が弱くなり、ついには何の音もしなくなった。だが A さんはやめることなく踏ん張り続けていた。ねえ A ちゃん、もうやめてあげようよ。きっと中で泣いてるよ。さっきまで A ちゃんを手伝っていた友達が彼女に言った。そうよそうよ、かわいそうだからやめなさいよ、とトイレの中にいた他の女の子たちもそう言い始めて、あっという間にトイレの中の数人の少女が A さんを取り囲んだ。こうなってくると多勢に無勢である。 A さんは仕方がなくしぶしぶ扉の前から離れた。しかしいつまで経っても少女が出てくる気配はない。周りの子が不安な顔をして A さんに扉を開けるよう目配せをした。ごめんね、いじけてないでさ出てきなよ。仕方がなく A さんは少女に声をかけながら用具入れの扉を開けた。用具入れの中には誰もいなかった。当然どこからも抜け出す場所もなく、少女はそこから消えていた。 A さん含めてトイレの中にいた女の子は全員大パニックに陥った。結局この話は全校に広がって、同様の話も他から出たりするなど大騒ぎになり、この件で全校集会まで開かれる事態になった。確かにさ、あの子を知ってる子だったんだけど、名前とか学年とかクラスどうしても思い出せないんだよね、と十数年が経った今も A さんは言っている。絡みつく髪の毛。古い話になる。20年ほど前に調布にあるビジネスホテルに泊まった時だけど、風呂上がりビールを飲みすぎたためトイレに入ってそれは起きた。用を済ませて流し終わったその瞬間に明かりが消えた。完全な暗闇。焦ってドアを開けようと5歩ほど歩いた時パニックになった。トイレは 1×2 メートルの広さ。5歩、そんなにあるわけがない。全力で走ったと思う。5、6秒走った時手に何かを感じたが気にせずに走り、多分時間にして10秒くらいだろうか。いきなり壁みたいなものにぶつかって部屋の中に飛び出して洗面所前の壁に激突した。そのまま振り返りもせず部屋から飛び出してエレベーターでホテルの従業員と激突して気を失った。気がつくと、青ざめたホテルマンが必死になって私の名前を呼んでいるところだった。ふらふらしながら状態を起こして事情を説明すると、はっきり顔色が変わったのが分かった。一体なんだ?との気持ちが強かったけど、自分が酔っていたことも事実だし、ホテルマンも気のせいではございませんか?とのこと。しかし全力で走ったためなのか、足はガクガク言うし、ホテルマンの顔色も尋常ではない。ふと彼の視線が
私の手元に集中していることに気がついた。私も自分の手に目を向けて、そして凍りついた。30センチ以上あろうかという長い髪の毛が無数に手に絡みついていた。ホテルマンに荷物を取ってきてもらい、早々にホテルを引き払った。あの部屋には二度と近づきたくはなかったし、ホテルにいること自体耐えられなかった。ホテルに問いただす気持ちにもなれないほどにそこから出たかった。ホテル側では何の説明もせず、キャンセル料も取らずじまいだった。詳しく聞き直すこともなかったと思う。私以外にも何かあったのかもしれないな、と。未だにトイレのドアを閉めることに躊躇を覚える。随分と昔のことになってしまったけど、それっきり、調布には近づいてさえいない。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなたね、午後からね、グーだからね、きっとあの火球ね、火の玉みたいなのが落ちてくるみたいな感じで、バーって明るくなって、なんか、ひらめくよ、きっと。頭の中で、グーでなんか叩かれたみたいな気分になって、なんかひらめくよ、きっと。うん。ということでね、ひらめいてください。ひらめくぜ、ということでね。そしてラッキーアイテムは、ボールペンです。ボールペンって、まあ、仕事とかで使う場合とか、仕事ケースに、仕事のね、自分の、僕ね、仕事の筆箱って、縦に入るやつなんですよ。なんて言ったらいいかな。筆箱を、縦にして置いとけるの。で、チャック開けとくと、立てて入れる筆入れになるような形のやつを使ってるんですよ。で、ボールペンもね、一応ちょっとこだわりはあって、大したこだわりじゃないんですけど、一応ありまして、そんなにね、高価ではないんです。比較的ね、安価なんですけど、手でその握るところがね、木なんですよ。木でできてるやつなんですよ。ほんと1000円くらいで買えるんですけど、木でできててね、すごく手触りが良くて、太さも絶妙な太さでね、握りやすいのがあるんですよ。それを僕愛用してるんですけど、ボールペンって結構大事だよね。ペン先の柔らかさとかでも、書きやすいのと書きにくいのって本当に分かれますよね。だからお仕事とかで使う場合は、まあ、ちょっとね、普通に買うとね、まあ、100円ショップとかでも買えるとは思うんですけど、ちょっとね、普段愛用するものは少し、ね、奮発して贅沢してもいいかなって思ってしまうね、僕にとっては結構大事なアイテムなんですよ。ということでね。なんで僕にとっての大事なアイテムがラッキーアイテムなのっていうね。ということで、ボールペンですよ。いや、これは決して高いの買うとかそういう問題ではなくてね。今使ってるボールペンちょっとね、愛着を持ってね、接してあげてみてください。どんなものでもね。ということで、皆さんお花るこんです。またね。